動物園楽しみだね。俺よく来るんだよ。え、そうなの？もう次のとこ行こうよ。ほら。私カメちゃんみたい。ねえ。ねえってば。え、私もやりたい。じゃあ、1個だけ。あ、かわいい。食べてる、食べてる。いや、かわいいね。かわいい。あ、なくなっちゃった。え、さ、なくなっちゃったね。え、まだやるの？やる。え、何回目それ？まだ2回目。何回やるの？俺が満足するまで、もしくはカメが満足するまで。こいつはね、ノズロオトカゲって言ってね、まあ、アフリカのクモだと言われるんだけども、まあ、アフリカのクモだってね、大きくないわけで、3種類の足がいるんだよね。ノズロオトカゲとノズロオトカゲってのもいて、あとアムグライムオトカゲってのもいるんだよね。で、うちでもね、ノズロとノズロ飼ってるんだけども、こちらね、最大ね、2.5 メートルぐらいなんでアフリカに生息するオトカゲでね、まあ、普段はね、コクドリとかあのカエルとかね、肉製に生息してるやつを食べてるらしいんだけども、ね、もううちではね、基本的にまあ、ヒヨコとかネズミとかね、そういうのをあげてるんだけど、まあ、結構ね、まあ、この子もいいサイズだけど、まだまだ大きくなるね。わあ、おっきい。これ何？ヘビ。え、カメかわいい。あ、これ飼ってない。あ、もうこれ飼ってる。あ、これ飼ってるよ、うちで。うん。あ、これ飼ってない。飼ってない。あ、これ捕まえたことある。あ、これ飼ってない。飼ってない。あ、これ飼ってる。飼ってる。あれ。ねえ。ねえ。もう行こうよ。まだ。何してるの？勉強になるよ、これ。書いてあるだけじゃん。ねえ、何見てんの？砂の使い方ね。砂？流木の上はあ、なるほどね、紫外線灯が一つとバスキンライト、何とともつけてる。いや、楽しかったね。は？あんた自己中すぎるんだけど。もう無理。さよなら。私もう帰るね。はい、というわけでちょっとした茶番だったんですけどもね、今回も撮影に協力していただいていつもお世話になってますハチョリ特化の動物園イズーさんが、まあ、コロナによる入場者減少に伴って経営難に陥ってしまってるそうです。それに伴ってね、クラウドファンディングを始められたそうで、俺も支援したんですけどもね、イズーが好きな方、イズーに行ってみたい方はね、ぜひちょっとクラウドファンディングに協力してみてください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。